おはようございます。いやー、今日もいっぱい寝れました。昨日はね、普段やらないトレーニングをやったんで、ベンチプレスの高回数のトレーニングをやったので、結構体ね、疲労きてます。いろんなとこが筋肉痛です。手首とかもね、痛いです。はい、今日はね、どれだけ動けるかわからないですけど、朝活はいつも通りやっていきます。とりあえず朝編集から始まって、その後ジムで有酸素をしてっていう感じです。はい、まあ、いつも通りのルーティンをこなしていきたいと思います。本日も一日頑張ります。おはようございます。今日も頑張りましょう。今日も頑張ります。1時間414キロカロリー 5.25 キロ、終わり。サウナ入ります。預かっているイコール命。整いました。今日もやりますか。タンパク質、お母さん食堂のゆず七味、ブル、徳島の代理店に来ました。急速で、なるほどね。 10.2 ですね。おお、今日は温玉や。これをご飯にかけて食べます。美味しかったです。ごちそうさまでした。甘竹のサラダチキン、キーマカレー味、これマジで美味しいです。1時間415キロカロリー、 5.25 キロ、終わり。今日の晩ご飯とんでもないです。宮本さんが持ってきてくれたんですけど、
もうほんまにちょっとありがたいんですけど、お見せしますね。オープン。これ猪政さんにね頼んで作ってもらってると思うんですけど、これは鶏のたたきです。新鮮な鶏のたたき、うわー、タンパク質、そしてサラダ、豆腐ですね。そしてこれ親鶏です。これこの間ね飲みに行った時に頼んだんですけど、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。僕親鶏大好物なんでめっちゃ嬉しいです。まあそれもね知ってくれて頼んでくれたんと思うんですけど、これは豪華すぎでしょう。ちょっとこれ体がもう喜んでますよ。すでに喜んでます。テンション上がってます。いただきます。猪政さん、そして和也さん、いつもありがとうございます。いただきます。まずは胸肉のたたきからいただきます。うわめっちゃ新鮮、うまっ。鶏後にこの良質なタンパク質はマジで最高すぎる。親鶏いただきます。親鶏のねこの硬い食感がめっちゃ好きなんですよ。ほんまにいい部分ですよ。全部いいところ使ってくれてます。まあ素材もいいですし、味付けも美味しいですし、マジで猪政さんほんまにおすすめです。豆腐はね徳島のすだちをかけていただきます。徳島はね結構もう何にでもすだちかけます。バランスよく植物性のタンパク質もいただきます。サラダにはねめっちゃ美味しいドレッシングつけてくれてるんですけど、これねちょっと油多いんで今回はかけないで食べたいと思います。すいません、本当美味しいんですけどね、はい、ちょっと今油は大敵なんで、今はローファットダイエット中なんで、サラダは素材そのものの味でツナが入ってるんでね、はい、ツナと野菜を一緒に食べたいと思います。いただきます。最近はね朝からしっかりと有酸素運動して、ちょこちょこね筋トレとかして編集して、お昼ご飯しっかり食べて、その後もね編集して、そして筋トレして有酸素運動、そして最後にまた食事を食べる、そしてもうね疲れ切って最後寝るっていう感じのね、めっちゃ充実した日々過ごせてます。この生活を今月曜から続けてるんですけど、もう人生の満足度がめっちゃ上がりました。これが僕にとってのね幸せなのかなってね、ちょっと見つかった気がしますよ。普段の日常生活をどれだけね充実させて有意義にね行えるかっていうのが、やっぱり人にとっての幸せ、まあ僕にとっての幸せはそれかなっていうのがねちょっと見えてきた気がします、はい、ということで今から食べるのに集中したいと思います。しっかりと味わってね幸せを感じながら食べたいと思います。完食、めちゃくちゃ美味しかったです。お腹いっぱいになりました。本日も一日お疲れ様でした。今日は夕飯いっぱい食べてね満足してます。はい、明日もまた朝早いんで寝たいと思います。おやすみなさい。